やっほー。おはよう。今日は寝ずに行きます。よろしくお願いします。ももちゃん、やっほー、ももちゃんです。ももちゃんは今日いっぱい配信します。なんでかっていうと、配信が一番落ち着くからです。また寝てない。ごちゃだったから寝れてない。今日ばっかりは仕方ないね。臭い。なんか何の匂い、これ。なんでこんな臭いん。ちゃんとゴミ捨ても行ったのに臭いんだけど。臭い。何これ。なんで、なんでだろ、なんでだ。なんか臭いんだけど。鼻がおかしいんかな。お構えとついた。いってらっしゃい。胸の奥刺さる峠、このトンネルを抜けたら夏の海が待ってるよ。開けっぱなしのウィンドウ、磯のドゥ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 。くまちゃんありがとう、嬉しい。くまちゃんのキーホルダー欲しいから。くまちゃん嬉しい。なんか達成したらくまちゃんのぬいぐるみというか、ちっちゃいもくちゃんのキーホルダーがもらえるらしくて、だから配信いっぱい頑張る。え、待って、くっさ。あー、絶対こ、あー待って、こっちにゴミ袋あった。これだ絶対。くっせ、マジ納得。はいはい、納得しました。そういうことかいな、そういうことかいな。あ、くまちゃんありがとう、嬉しい。今日2部行きます。嬉しい、ありがとう。待ってますね。楽しみにしてます。匂いに敏感。そう、めっちゃね、私匂いに本当に敏感で、なんかよく言われる作法とかに、何にも匂いしないよって言われるけど、いや、めっちゃ臭いってよく言ってる。めっちゃここ臭いって言ってる。警察犬なんです。結構ガチで警察犬なんですよね、私の鼻。なんか異変に感じる。
この匂いは危ないみたいな、この匂いは危ないぞみたいな。やばい、めっちゃ眠いな今日。不眠症だ。夢をもう一度。どんな香りが好き？わかんないけど、とにかくいい匂いが好きですね。僕ちん。よろしくね。やったー、来てくれるの？ありがとね、待ってますね。おっしゃ、いいよ。ありがとう、くまちゃん、嬉しい。嬉しいにだ。よいしょ。さて、次は何でしょうか。待って、何でないの。あった。おはようさん。体調不良みたいな顔してますね。あの白く塗りすぎて、うん、体調不良みたいな顔してる。全然体調悪くないのに。よいしょ。
ほい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 、いいよ。ブサイク、なんだこれ、ブサイクすぎます。あれなんでだ、普段のメイクと変わんないのに。あれブサイク、あれなんか、え、おぶす、なんで、まあいっか。あれなんでだ、あれ顔変わった、私そんなことないよね。あれ顔が違うぞ、あれなんか忘れてる、あれ、あそんなことないか、ブスだな、あれ、え、なんでだ、まあいっか、多分なんだろう、むくんでんのかな、やっぱ寝なかったらむくむのかな。レミレラレ、今日やっちまいそうなこと、なんだろう、白状ですかね。ありがとう、顔が変わった、なんだ顔が変わりました、よろしくお願いします。鼻をポリポリと、確かにレンに貼っとくか、紙で私顔変わりましたって。男だってプリキュアになりたいんだよ。何の話？何の話してんの？ごめんなさい。何の話してるんですかね。よかったら教えて。見ててそう思ったから、あー、ええことですね、確かにええことですよ。
ミスター終わり最悪、うん最悪です。泣き虫小僧がやってきたぞ。なんか秒でさ、何の話してたっけ今。秒で何忘れた。なんか最近すぐ忘れちゃう。何の話だったっけ。違う、絶対違う。プリキュアの話はしてない。なんだっけ。まあええわ。マクド食べたいかも。うん、マクド食べたい。マクドを食べたいですね私。マクド食べたい。え、マクド食べたい。ももちゃん、マクド食べたいなり。朝ラー？すごい朝ラーって。私朝多分ラーメン食べたらおえってなっちゃう。あ、かってえなマジで。柏木由紀さんのクリームチークピンクレモネードめっちゃいい。これみんなにぜひ買ってほしいって思う。一回つけてみるね。わかる？これつけたのめっちゃね、発色がよくて。おぬぬめ朝牛丼ちょっと私は無理ですね。朝牛丼はちょいと NG 界隈です。わかる？こっちつけたのとこっちつけてないの結構ね。これおすすめだから、よかったら買ってみて。おはようさん、おはよう。
やばい、変なとこつけちゃった。そう、なんかねポンってつけた時はあ濃すぎるって思うけどかもしれんけど、なんかぼやかしたらめっちゃいい感じになりますので、ぜひ。少しは寝た、寝てないの、寝てないからね、多分今日おしゃべり会は座っておしゃべりするので、立てよと思うかもしれないけど、その気持ちを捨ててください立てよこれと思うかもしれないけど、座りなっていう感じで見守っていてください。お腹減ったな。お腹減りました。ももちゃん最近ご飯食べてないので今日はたくさん食べれそう。なのこれ。おお、ありがとうございます。こんな感じ。チークめっちゃいい感じじゃない？めっちゃなんか自然じゃない？多分もうちょっとつけ足すかもしんない後で。なんかめっちゃ自然な感じでおすすめなので、クリームチーク苦手な人は私です。ですがめっちゃいい感じになるので騙されたと思って買ってみてください。結構よきかな成人になるので。え、ありがとうございます。うん、食べれる。なんか今マラソン大会でもしてんのかな、どっかでめっちゃ声聞こえるから、急に配信終わるかもしれません。ごめんなさい。ごめんね。
よっしゃ、団長見ます。13位ダイミさん、12位リードさん、11位カンマイフさん、10位 F ケンさん、9位ケビン K さん、8位猫は猫で猫さん、7位つるこばさん、6位大将さん、5位令和の土方さん、4位まみまみさん、3位直行さん、2位コロコロ転がるさん、そして1位がドリューさん、ありがとうございます。ということで私は今から歯を磨いて、オフライン おしゃべり会の現場に行ってきます。ではお越しいただく方は、はい、ぜひ楽しみに待っていてください。それでは後ほどお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございます。